はい、どうもさっくんです。本日は、この近鉄塗装済みキット、一挙に制作するの第2弾ですけども、ここ3日間ぐらいこれに、集中してたんですけど、今仕事終わりでね、10分ぐらいしか机に向かってなかった日とかいろいろあったんで、もうまだしゃがん張り終わったとこぐらいですね。で、今回作っていくのが、奈良線の、2両編成ばっかりですね。でそのうちの2本がこの装着対応の、2両編成を作っていこうと思います。これが2本ですね。でもう一本の2両編成、これがですね、非装着の2両ですね。これは京都線とか、奈良線の普通とかで使われている2両編成です。というわけでですね、今日紹介していくのが、皆さん悩んでると思うんですけど、屋根の、パーツ取り付けの方を紹介したいなと思っています。特にですね、アンテナがいつも苦労するかなと思うんで、まあ、せえへんかするかは、まあ、個人差あると思うんですけど、まあ、よく聞くのはアンテナだったんで、僕なりの入れ方をちょっと紹介したいなと思っています。まず、こういうパーツがあると思うんですけど、こうヒューズボックスがありました。でこういう、パーツ、ランナーがありまして、ここにアンテナがあると。これもまた切り出しやりにくいなということなんですけども、アンテナはですね、この穴に入れやすいようにいつもこのように斜めに切ってます。で斜めに切り出して、今つけてないのがこの状態ですね。見えるかな？見えないですか？この状態で、先端がこれ斜めに、針のようになってますけど、これが、ポイントですね。で、これだけじゃなくて、この穴もちょっと加工してます。これが通常の穴です。で、こっちが、少し、デザインナイフでこの周りえぐった状態で、これに、この針のようなアンテナを刺す感じですね。こうすることによって取り付けしやすいんですけども、逆にデメリットが、今後外れやすくなるということで、これを取り付ける前にですね、こっちに、接着剤をつけてからここに、差し込むと。これだったらですね、ピンセット使わんでもギュッと入ってくれます。これが一番おすすめですね。でもう一つ言うと、このパンタグラフもね、こんな感じで穴えぐってもらったら入りやすいかなと。でこっちょぼいらないですね。これが余計邪魔して入らないこともあるんで、いつもこれは切ってます。ここの真ん中のちょぼです。僕はいつも切ってます。これを切って、この穴を、こんな感じで広げまして、グッと入れてるという感じです。というわけで、塗装済みキットのね、ちょっと簡単な紹介になっちゃったんですけども、今日はこの屋根の、アンテナパーツの取り付け方法についての紹介でした。